ブラジーミル・フェルツマンは、ロシアのピアニスト。1952年モスクワ生まれ。父は作曲家のオスカー・フェルツマン。11歳の時、モスクワフィルハーモニー管弦楽団との共演でデビューを果たした。1967年、プラハのコンチルティーナ国際コンクールで優勝。モスクワ音楽院に入学し、ヤコフ・フリエールの下で学んだ。1971年、 パリで開かれたロンティボー国際コンクールで優勝。1979年、当時のソ連のイデオロギーや芸術に対する政府の統制に不満を募らせ、ソ連からの出国を申請した。これを受けて、公の場で演奏することが禁止された。その後、ようやく8年後に、ソ連からの出国許可が下りた。1987年にアメリカへ移住し、 その後1995年にアメリカ国籍を取得した。マネス音楽院とニューヨーク州立大学で教弁を取り、国際フェスティバルインスティチュートピアノサマーを設立。1995年に米国市民権を取得して以来、妻のヘウォンと共にニューヨーク州北部に居住している。アメリカを中心に演奏活動を行っており、現在までにニューヨークフィルハーモニック。 ロンドン交響楽団、シンガポール交響楽団、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団を含む国際的に著名なオーケストラとの共演歴を持つ。ブラディミール・フェルトマンはホルテピアノでの演奏が多く、アントン・ワルター製、ホルテピアノのレプリカでモーツァルトのソナタ全曲を演奏したほか、ベートーベンのピアノ競奏曲第5番やモーツァルトのピアノ競奏曲第27番を演奏している。 録音には、ヨハン・セバスチャン・バッハの鍵盤作品の6組のアルバム、ベートーベンの後期の5つのピアノ・ソナタ、シューベルト、ショパン、リスト、ブラームスのピアノ曲、バッハ、ショパン、チャイコフスキー、ラフマニノフ、プロコフィエフの競争曲などがある。父は作曲家のオスカー・フェルツマンで、ソ連では、ポピュラー作品や、ミュージカルコメディで知られていた。吉沢・アビルヘルム、 ピアニストガイド請求者、印刷書、製本書高特書、2006年2月10日、156ページ、ISBN4 から7872から7208、X。ありがとうございます。